ということで、仲間とともに、いろいろと勉強会を開きながら、またそういう中でさまざま考え方をまとめ、また具体的な施策も発表させていただいたというところであります。まあ、実は昨日も青森県六ヶ所村の方にも行ってまいりまして、まあ、もう何遍も繰り返しているわけですが、3月の11日、昨年の東日本大震災、そして東電の原発第一原子力発電所の事故、本当に日本は変わらなくてはならない、日本のエネルギー政策、原子力政策は変わらなくてはならない、そういう思いであります。多くの方が今なお厳しい避難生活を送っていらっしゃる。そしてまた使用済み核燃料の出口というものは全く先が見えないということであります。我々の今国政に送りいただいているものの責任として、時代に、次の時代に付けを回してはならない。本当に今申し上げたように、被災地の皆さんの気持ち、多くの皆さんの気持ちを受け止めて、このゼロの会としてまた新しく多くの方にもご入会をいただきまして、またさらにですね、また呼びかけあって、この気持ち、これを形、やっぱり立法府にいる者としての責任として、法律あるいは政策としてしっかりと形にしていかなくてはならないというふうに思っております。どうぞ多くの皆さんの見えない声、いえ、最近は本当に多くの声が見えるというか、本当に聞こえるようになってきました。その声を代弁してゼロの会としてみんな共に頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ではこれで総会を終わらせていただきます。そして国会議長にも早速移行して、行政の担当の方も来ていただきましたので、お手洗いは適宜随意引いていただきまして、次の、テーマに移りたいと思います。今日前段は原子力規制委員会の人事案についてということで、近藤昭一さん司会です。今度お願いします。では引き続き、国会エネルギー調査会、改めて準備会ということでございますが、人事案と原子力の秘密会議問題を問うということで進めさせていただきたいというふうに思います。それではまず金子先生の方からですね、問題点等々について改めて、ご報告といいましょうか、お話しいただきたいと。すみません、少し、お時間をいただく中で、改めて内閣府の新大綱策定会議委員でもあられてですね、本当に現場の中でさまざまな戦いをしておられて、おられるわけであります。じゃあ先生お願いいたします。金子でございます。それでもう時間も短いので、要点だけポイントとして質疑応答もあると思いますので、まず 第一にこの原子力規制委員会の人事の資格要件との関わりがまず第一の問題になると思われます。で、更田氏および田中氏の場合は、あれですけど、ちょっと後でもう少し特別な問題がありますが、3年間の原子力事業者の役員および従業員がこのいわゆる推進側に当たりますので、これが規制側の意味になるのは適切でないという問題があります。で、日本原子力研究開発機構はですね、基本的に高速増殖炉もありますし、東海の再処理施設もありますし、六ヶ所村の再処理にも部分的に関わっておりますので、事実上事業者であります。で、なおかつアイソトープ協会の方も事実上監督規制される側ですので、それが規制側の意義になるということはですね、ふさわしくないと。で、田中氏の中には3年間という規定にはまってないのと、減権、
身であるということを非常に強調されてますが、あの特別顧問もやっておりました期間があります。でそれとの関わり非常に大きな問題があります。それから学の高が問題になっていますが、これは分かる限りですけれども、すでにあの50万というふうに言ってたんですが、福田さんはやられてるうちに50万超えてしまいましたので、で他にも29万とかあのお金をもらっている、それが例えば講演であったり原稿料であったりしてもですね、関係が非常に深いということを意味しますので、非常にあの不適切ではないかという点が第1点の問題になります。から第2点はですね、これとの関わりで言うとですね、あの彼がこの間この取り上げて田中紳士が反省をした、何を反省したのかよく分かりませんが、昨今この次の話題とも関わってくるんですが、内閣府の検証チームが行ったこの間の秘密会合は明らかに事業者との調整会合であったというふうに、ほとんど判断できるような内容でありました。で、すでに新聞報道等で伝えられるところによれば、10年以上にわたってこういう会議が行われていて、しかも8月1日の国会の所信表明の際の答弁の中で、秘密会合に出席していることも明言しております。でそれが大したことないと彼が言ってもですね、事実上、この検証との関わりで非常に重大な問題をはらんでいるというのが第2点目の問題であります。で第3番目に問題になるのは、この田中俊一氏が原子力損害賠償紛争審議会の委員として行ってきた発言であります。でこれは明らかにあの東電 の, あの賠償の、節約というか削減のための発言としか思われないような発言を繰り返しておりまして、多くの主婦がですねを中心にして、あの放射線の問題に対して非常に強い危機感を持ったのは、このルールをしばしば変更し、しかもその変更がですね、あの福島県民のためにやってるという所信表明をしているので、余計に私は腹が立つんですが、20ミリシーベルト未満に関してですね、多くの福島県民がそこに住んでいるので、で自主避難に対してですね、農民会長が自主避難を賠償しようとする発言を大妨げて、多くの人はそこにいるんだから自主避難をに対して、支援すべきでないという、基本的にはそういうスタンスを貫いておりました。それから、福島県民の要望に応えて環境省が除染の目標を1ミリシーベルトにしなきゃいけないというふうに変えようとした時も5ミリシーベルトが現実的だという発言を繰り返しております。それから、冒頭これも放送されてしまったことですが、飯舘村の長瀞地区に入って、それがもう放送のまま映ってるんですが、そこは今日立ち入り禁止区域にほぼ近い状態になっております。でそこで避難しろということをもう言っていないんですね。それで除染の実験をやったということになっています。で実際にその残ったそのやった効果がなかったので、それがビニールシールドで土が山のように今も残っていると。でそれを原子力委員会で呼ばれた会議の中にですね、実験の結果として、報告をしているという、ちょっと私には信じられない神経の持ち主のように私には思います。で、食品の安全基準の500ベクレルが100ベクレルに下げるのにあたっても、これは風評被害をもたらすんだという形で反対しております。で実は福島県に除染にどれだけ行ってるか非常に甚だ疑わしい状況になっているんですが、私自身も福島に行って聞いたところ、500
て回ってた一人ということになります。で、過去、こういう発言はマイケルに止まらなくて、メディアでも100ミリシーベルトには健康に影響がないか、ICRP に基づいてもいないように思うんですが、そういうことを繰り返しております。で、その実験は2011年8月23日、昨年の8月時点で原子力委員会で資料としても提出されております。で、さらに、これが大体のテーマの追及、私は非常に問題だと思う点であります。で、最後に、この点に関して彼が原子力委員長代理として行った発言をフォローしていきますと、非常に問題がある。第1点目の利益相反、つまり事業者としての事業者、つまり原子力機構が事業者でありますから、その事業者としての利益を擁護するような発言を委員長代理時代に行っている。つまり原子力委員会自体も問題なんです。それは例えば2008年の3月25日の第17回定例会議、これは、2008年3月25日ですが、これはインターネットでも聞いておりますが、プルサーマルの利用を、これは2007年から8年にかけて例の佐藤栄作元福島県知事が、収賄ゼロで、有罪という不思議な判決で退いた後、こういう発言をされております。まずプルサーマルをきちっと着実に進めていくということについて、去年から見ますとこの1年間に少し前進したように思いますので非常に良かったと思いますという発言をしております。それから、もう一つ利益相反に、つまりこの原子力委員会の委員としても不適切なだけではなくて、今日から見てもおかしいと思われるのは、第29回原子力委員会臨時会議ということで2009年の7月29日に行われた会議の発言は、特に今の6箇所を見ていてもそうですけれども、そういうものをきちっと受け止められる国の研究開発能力というのを準備しておかないといけないと。私は中略です。私はどうしても日本の場合には原子力研究開発機構が中心にならざるを得ないと思います。唯一の機関ですので、という形で予算の削減が問題になっている時だと思いますが、あまり評判の良くなかったいろんな問題がこの辺であるんですが、最後に今年の予算要求につなげていただきたいなと思います。委員長代理と思えない出身母体の利益を推進するような発言をしている。つまり二重に問題である。それから今日福島県の除染活動を何か非常にいいことをやっているかのように言っているんですが、これは第2回2009年1月13日第2回原子力委員会定例会議での発言です。で、ここではJCO 事故の時を取り上げて、こういう事故は起こってほしくないことですけれども、起こった場合に住民や国とか企業に対してどうしても言葉は適切でありませんけれども、やや安置的な対応になります。その中で大事なことは、JCO の経験でいうと、村とか、県が本当に住民のサイドに立って信頼関係を持ってまとめてい、ったということで、当時はものすごい損害賠償の数が出てきたので、一体いつまとまるかなと思ったのだけれども、割合スムーズにまとまりました。最後はいくつか裁判になりましたが、これはやむをえざるを得ないと思います。これからマニュアルを作っていただくということで、多分その辺を入れていただくんでしょうけれどもっていう、こういう発言をしておりまして、彼が福島県民のためにやっていたというよりは、原子力事業者の賠償金額を節約するために行動していたと思われるような発言が JCO 事故でも行われていますし、今日もそういう行動を取っているのではないかと、これは損害賠償紛争審議会の議事録がたくさんありますので、その発言を先ほど挙げた事例、ちょっともう時間も制約されておりますので取り上げませんが、それらを勘案すると文書として残っているもの、あるいはそれを傍聴した人間から聞く限りにおいて、
非常に福島県のために、あるいはその県民の健康のために何か動いてたということではなくて、原子炉の除染が目標であって、人間が住んでいくところの除染とか人間の健康を考えて動いてたというふうには私はどうも思われないというのが正直な読んだ感想であります。これらを中心にしてきちんとした議論を国会でしていただけると幸いだと思っています。以上でございます。金子先生どうもありがとうございました。それでは、内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室森本室長の方から ご報告説明、また前回の質問もあったと思いますので、よろしくお願いいたします。原子力規制組織等改革準備室の森本でございます。最初にちょっと資格要件のところで少しお話があったので、少しクリアにしておきたいと思うんですけれども、資格要件は法律上のものございます。それから政府がですね、国会に国会同意の、人事案をお出しする際に、政府としてですね出したルールというのがございます。まず法律上の結核要件というですか、資格要件でございますけれども、例えば原子力事業者、いわゆるその規制対象になっているようなですね対象、ところに所属している人はですね規制委員会の委員になれないというふうになってございます。これはいわゆるその兼務ができないという意味でございまして、例えば非常勤の委員がいらっしゃる場合に、その非常勤の方が例えば東京電力の社員であって同時に原子力規制委員会の委員になる、そういうことはありえないという意味でございます。現実には原子力規制委員会の場合には兼務規定、兼務できないというのが基本でございますので、実際にはそういうのはないということでございます。ただその法律上のルールだけですと、例えば直前まで電力事業者にいましたと、だけど辞めたのでですね、したがって法律上の資格要件を満たしているというケースが、論理的には出てまいりますので、そこで政府の方で国会同意の申請、国会同意の人事案を出させていただくときにですね、さらに追加的なルールを決めさせていただきました。それはどういうものかと申しますと、基本的にはですね、基本的な考え方として電力会社からの距離を置くということを確保するためのルールだというふうにご理解いただきたいんですけれども、具体的には例えば結核要件として、就任の直前3年間に電力事業者等からです、原子力事業者等って書いてあるんですが、電力事業会社からの団体の電力会社などの役員とか従業員であったものはですね、なれないという3年間のルールというのを決めています。もう一つはですね、就任前の直近3年間に同一の事業者から個人として一定額以上の報酬等を受領していた者というふうになっております。これはどういう意味かというと、例えば東京電力から例えば講演を頼まれました、あるいは原稿を頼まれましたということで、報酬を受けられる方はいらっしゃる可能性があります。そのこと自体はいわゆるその講演とか原稿に対する対価ではありますけれども、それが一定額以上ということになるとですね、それはかなり密接な関係になるんじゃないかというふうな想定のもとに、一定額でですね、そういう人は結核要件としたものです。で、一定額として50万円というのを想定させていただいてますが、これは政府の中で例えば一番厳しいものは何だろうというふうに調べたときに、薬事審議会があるんですけれども、薬事審議会で新薬の審査をする際に、その当該新薬を開発した会社ですね、会社から報酬を50万円以上もらっている方はですね、その新薬の審査に参加できないというルールがございます。で、これはその審査会の委員になれないという意味ではなくて、その新薬の審査に参加できないという形のものなんですけれども、それをいわば応用というか変容させていただいて、さらに厳
しい形でその3年間にその同一の事業者から一定額50万以上の報酬を受けた人というのはそもそも、国会の方に政府の方から提案しないというふうに、自己規制をしたという形のものになっています。ちょっともう一つはですね、その情報公開を求めるということで、してございます。これは例えば大学、例えば原子力の研究をされている方です と、原子力の会社とですね、共同研究をされているという結果がございます。それは非常にどうやら一般的に行われているようですけれども、それがあまりにもこう深い関係にあるとですね、いわゆるその電力会社からの距離をことを確保するため、確保するというところが十分でないんじゃないか。で、それはそれがあるから結核ということであって、そういうことを情報公開させていただいて、でそれをいわば国会で審議される際 の参考にしていただくと、こういう趣旨で情報公開ルールというのを決めてございます。でもう一つは党とやりその、人の研究室ですね、研究室が、を卒業した学生の方がですね、例えば東京電力に就職されている人が多いかどうかというのをですね、これも情報公開対象にしてございます。で、そういうこの電力会社からの距離を置くということなので、ここではですね、その電力会社等って書いてある、原子力事業者等って書いてあるんですが、調査票の中で具体的にはどういうところかというのを書いてございます。電力会社、それから燃料加工メーカー、から日本原燃、から核燃料物質使用者、からそれらの子会社、から原子炉設備メーカー、例えば東芝とかですね、そういうところでございますが、そういうメーカーとかその子会社、それから電事連とか日本電機工業会のようにその、運営の過半をですね、その、いわゆる電気事業者等から構成されているようなところはですね、いわばその対象というふうにしてございます。そういう意味で、その政府の方でですね、いわばその国会同意の際のルールを決めさせていただきましたので、その場合には電力会社との距離ということを軸にしてございましたので、例えば大学であるとか公益社団法人であるとか、から独立行政法人、すいません、日本原子力研究開発機構も独立行政法人なんですが、そういうところはですね、対象としていないということでございます。そういう意味で先ほど金子先生からその結核容疑に当たるんじゃないかというところでございますが、法律上の結核容疑に当たらないのはもちろんでございますけれども、政府が国会同意する際のですね、要件としてもですね、当たらないということでございます。福田さんについてもですね、いわゆる報酬等について50万を超えたとおっしゃったように聞こえましたけれども、そういうことはなくて、その結核要件は満たしているというふうなことでございます。続きまして2点目のご指摘の点についてお答えしたいと思います。田中氏が原子力委員会委員長代理だった時の件でございますが、この件に関しては8月1日に衆議院の議員運営委員会で、次のように答弁されております。私が原子力委員長代理をやっていた当時はちょうど今の原子力政策大綱が決まってしまった段階ですから、実質的に大綱に沿っていろんなことが進んでいまして、週に1回、毎週1回公開の原子力委員会をやっているわけですが、そのために次の週はこういう議題があるという話を事務的に受けるという機会はありましたけれども、今回話題にされているような政策に関わるような秘密会合はなかったというふうに承知していますと。で、この件は原子力委員会の事務局である内閣府に確認をしたところ次の通りでございます。田中委員長代理の在任期間は平成19年の1月から平成21年の末なわけでございますけれども、その期間は今回のような特定の政策の方向を議論するために電力関係者を含む複数の関係者が同時に集まるような非公開の会合を定例的に開催したとの記録はないと。一方、田中参考人の国会での答弁にあったように、原則週1回公開で開催されている原子力委員会の定例会議に関連し、主にその議題を決めるための打ち合わせ会というのを原則週1回非公開で開催していたそうです。打ち合わせ会には原子力委員と事務局が常時出席し、原子力委員が議題候補について説明を受けるが、その説明者は事務局からの議題候補については事務局員が、
関係省庁からの議題候補については関係省庁が、省庁以外の議題候補については省庁以外のものが説明をしていたということで、この議題の候補の説明者というのはその当該説明の時のみに同席していたということだそうでございます。この省庁以外のものという中には確かに電力会社等の原子力事業所等が含まれていたということで説明を受けていたそうです。これは公開避難の基準との関係でございます。政府として避難、計画的避難区域などの避難の基準は年間20ミリシーベルトということで基準とさせていただいたことはこれは事実でございます。ただ政府としても田中さん個人としても20ミリシーベルトを切ったから全て大丈夫という考えではないということで、特に田中さんは幼児への影響を考えてまずは5ミリシーベルト以下にすべきとも言われてますし、長期的に1ミリシーベルト以下を目指すということも繰り返し発言されているというふうに承知をしております。誤解を受けている可能性があると思われますが、原子力賠償紛争審査会でのやり取りの中で20ミリシーベルト以下の地点は基本的に緊急時の避難準備指定を解除すべきということを発言された点があろうかと思います。ただこれは現にそこに留まっておられる方たちが一定数いるということを踏まえて指定を解除する方向で住民へのケアやインフラの復旧を防ぐべきというご主張だったと理解をしております。妊婦さんや子どもさんを抱えたお父さんやお母さんがそれでも心配だとして自主的に避難されていることまで戻れというご趣旨ではなかったというふうに理解をしております。いずれにしても20ミリシーベルト以下になったからといって対策をやめるのではなく、指定が解除された後も引き続きまずは5ミリシーベルト以下、長期的に1ミリシーベルト以下を目指すということを常に合わせて言われているので、20ミリシーベルト以下ならば比べても構わないというお考えではないというふうに理解をしております。また補償の打ち切りの関係、特に自主避難者への補償の関係でございますけれども、これもご指摘の点は原子力賠償紛争審査会での議論のことと推察しております。本件は、この審査会の議論は非常に長い議論、長期間の議論で、ございましたので、全体を捉える必要もあるかと思いますが、田中さんは当時、賠償と支援と復興の枠組みが定まらずにお互いがお見合い状態になって、被災者のもとに実際の資金が届いていないという状況把握のもとでこの3つを整理し前に進められようという訴えであったかと承知しております。審査会の議論の中でも賠償と復興をうまくつなげるよう、整理を求める場面が何度かあり、それがともすれば賠償短期で打ち切ろうとしているような印象を与えていたということであれば、ちょっとそれは残念なことになったのかもしれません。で、自主避難した方への賠償についてですが、避難せずに留まっている人が一定数いるという現地の状況を受け入れられて、自主避難の方を賠償全体の枠組みの中に組み込んで一律の取り扱いをすることは、各々の避難者に応じて様々な事情もあるはずなので、むしろ適切でないという懸念を、示されたものではないかと思っております。一方、その時は、避難された方には、損害賠償、紛争解決センターへ個別へ申し立てるようにという提案をされておりましたので、避難をされた方の切り捨てということではなく、個別のご事情に応じた対応が適切と、おっしゃっていたのではないかというふうに我々は理解をしているところでございます。最終的には自主避難の方に賠償を行うという結論が出たわけでございますので、ですが、その中家庭の中でさまざまな見方やさまざまな可能性についてのご議論が出た中でのものではないかというふうに考えているところであります。食品の、関係でございます。簡潔にお願いします。すいません。なかなかこれも難しい問題だったかと、暫定基準であった500ベクレルを、100ベクレルに引き下げることについて、反対されたのではないかということでありますが、停戦料被爆ワーキンググループという中でのご議論の中では、被
額の上限を5ミリシーベルト以下にしようとした中で、まあ、1キロあたり500ベクレルという基準であっても、この基準で運用すると 0.1 ミリシーベルトになったという調査結果については、ご報告したことがあるでございますが、まあ、ただ規制を厳しくすることに反対されたのではなくて、基準の考え方の精査を求められたというふうなことではないかと思っております。また一方、市民の方々が自分の手で食品の線量を測れるように、測定器をもっと全国に備えるようにということも提案されておりましたので、まあ、いわゆる風評ではなく、実際の数値を判断の根拠にすべきという提案であったかというふうに、理解をしているところでございます。とりあえずちょっと、以上についてご回答ということでさせていただければと思います。ありがとうございました。今金子先生からのご質問とあったこと等についてお答えいただきましたが、それでですね、大変恐縮でございますが、時間もちょっと限られておりますので、引き続きですね、レジュメにありますところの秘密会議問題検証チームの報告についてということについてちょっとお進めさせていただいて、最終的に合わせて関連しているところもありますので、ご質問等といただきたいと思います。上田先生、はい、じゃあ司会を交代いたしまして、上田が司会をいたします。それでは早速ではございますが、ご説明をいただきたいということで、内閣大臣官房さんから総括、はい、お願いできますでしょうか。はい、簡潔にお願いできますか。申し訳ございません、大変重要な問題なので、正確に簡潔にちょっとよろしくお願いします。ご紹介いただきました検証チームの事務局しております須藤でございます。それでは簡潔ということでございますので、今 お手元にですね、資料をお配りさせていただいていると思います。報告書の概要と報告書本文ということでございますけれども、手短にということでございます。報告書の概要でですね、ご説明をさせていただきたいと思います。で、概要でこの一枚紙の両面コピーのものでございます。で、検証チームの視点というところでございますけれども、検証チームは中立公正の立場で事実関係について調査を実施して、客観的に事実認定を行っていただいてございます。で、調査方法ということでございますけれども、資料収集についてご覧いただいたような件数をさせていただきましたが、これは任意に出していただくものでございます。で、これにつきも加えまして、後ほど申し上げますけど、顧問の助言に基づきましてですね、で、内閣のメールサーバーからの電子メール調査というものをさせていただきました。さらに関係者に聞き取り調査ということもさせていただいてございまして、対象者については1から5の方という形にさせていただいているところでございます。で、検討体制ということでございますけれども、検証チームということでございますが、申し訳ございません、6月11日にです、この検証チームを発足いたしまして、後藤内閣府副大臣をヘッドにいたしまして、内閣の職員で始めさせていただいたところでございますけれども、中立公正調査を担保するためにですね、7月13日に、国広弁護士と、あと、高教授にですね、顧問として参加していただいて、それと、お伝えのご指導のもとに報告書をまとめさせていただいたというところでございます。それで、その主なまとめというところでございますけれども、それにつきましては、主に3点ということでございます。これは本文でいいところの第2部のですね、第1章、第2章、第3章に該当するというところでございます。で、第1章というところでございます。で、括弧1でございますが、勉強会の実態についてというところでございます。勉強会でございますけれども、この小委員会での原子力発電核燃料サイクル実装検討小委員会の略でございますが、小委員会の作業部会的な位置づけで、技術的事項に関する情報提供を行うという役割は確かに果たしていたというふうに考えでございます。しかし、その勉強会に参加していた電力関係者、この電力関係者というワーディングですね、この報告書の独特のものでございますので、ちょっとこれにつきまして、本部の8ページにですね、定義という図で書いてございますが、電力関係者というのは、いわゆるその電気事業者、いわゆる日本原子力機構 JAEA、あるいはその関係府省、関係府省には内閣府 の原子力政策担当者も含めますけども、合わせてですね、電力関係者というふうに形にここではさせていただいているというふうにご理解いただければと思います。その電力関係者は、単なるデータの提供や計算等の作業にとどまらずですね、その資料の作成でございます、その資料の作成のケアを通じましてですね、小委員会の座長に対して自らの立場を発言するということなどしていたということでございます、ことが認められましたので、したがってその勉強会の実態は、確かにその技術的事項に関する情報提供が行われる役割もあったと思いますけれども、小委員会の審議に影響を及ぼそうという意図も持つというふうにものであったということに、にしてございます。で、次にその、小委員会の
議論の影響というところにつきましては、より客観的に評価できるということで、今回は政策全体の評価に用いるシナリオを削った問題ということに焦点を絞らせていただいているところでございますけれども、これについては、まずその勉強会に参加していた電力関係者がですね、その小委員会による審議の一定の方向に誘導したかどうかというところでございますけれども、これにつきましては、これまでの集めました資料等に基づきまして、結論を出しまして、勉強会に参加していた電力関係者は、その小委員会が政策選択に対応する、今、いわゆるシナリオと言われているものでございますが、シナリオ審議する際に資料を作成するにあたり、当たってです、当初、このシナリオというのはいろいろな数があったんですけども、まあ、当時その、この時点で4つ存在したシナリオの中からですね、まあからその電力関係者の不利となる可能性がシナリオ3というものを削除いたしまして、その電力関係者の不利となる可能性が比較的小さなものに、3つの大事な示すという作業、資料を作成したということでございますけれども、このような行動というのは、その小委員会の審議に対する誘導であったというふうに認められるというふうにございます。で、さらにこのシナリオを削ったことによってですね、小委員会の結論への影響ということでございますけれども、小委員会のほとんどの委員の方が否定しておられることからですね、勉強会においてシナリオを削ったことが、小委員会の結論に影響を及ぼしたと認めることはできないというふうに言ってございます。しかし、本文でも書かせていただきますけれども、意思決定のための諸前提がある意図のもとで示唆選択されれば、そこから先の議論というのは与えられた前提の影響を受けるということでございますので、そういう意味で言うと、このシナリオが4つか3つに減ったということについても、その影響を受ける可能性があるということでございますので、したがって結論が影響を受ける可能性を完全に否定することはできないという結論付けでさせていただいてございます。で、申し訳ありません。この第1章、第2章、このいわゆる勉強会というのを焦点を当てているのものでございます。で、第3章、調査に関して判明した事項ということでございますけれども、これはあくまでも勉強会と別というご理解をいただければと思うんですが、勉強会とは別に、その小委員会の最終取りまでに向けた調整会議というものがいうものでございますとか、新対抗策定会議に向けた打ち合わせという会合の存在というものも認められたというところでございます。で、これらにつきましては、現職委員会に求められる中立性、公正性、透明性という観点からは不適切と言わざるを得ないという結論にさせていただいているところでございます。報告書の概要以上でございます。はい、ありがとうございました。中野さんの方から何かありますか。はい、じゃあコメントということで、金子先生の方から先ほどの、ご説明に対するあれもあるかと思いますので、合わせてお願いします。第一に、民間原子力事業者との関係だけだという説明になってますが、これまでと違うのは、原子力規制委員会に核燃料サイクルを含めたものが一定移っていくわけですね、原子力委員会が。というふうに考えると、これは資格要件から意図的に民間だけですよという説明は成り立たないと思います。なぜならば、新しい規制委員会の核の燃料サイクル問題は扱うわけですから、そうするとこの ほぼ事業者に当たるものは規制の対象、監督の対象になって、で、しかもその過去の発言のより出身母体での問題というのは非常に大きい。しかも私はこのうがったりうがったになるかもしれませんが、民間を規制するので民間は悪いことをするかもしれないという前提なんですが、官というか、いわゆる文科系の原子力研究開発機構、放射線医学総合研究所、経産省の原子力安全保安員含めて、年間6000億5000人の人たちを雇っていて、しかもこの事業が大失敗をしている最初ですね、文字も六ヶ島の最初に説明で、まさにこの問題センシティブで非常に中立的に扱わなきゃいけないときに、その出身母体から過去の発言でもその利用促進している人が入るということはですね、原子力事業者を意図的に民間に絞るということがどういう意味を持っているのか私には理解ができないということになります。から兼務できないとか報酬額があるということなんですが、この報酬額に関しては、例えば、朝日新聞のネット上でいうと8月1日付の記事によれば、
ば更田氏が日本原子力発電などから抗議テキスト作成の報酬として計66万2000円を得ていた。50万円という内金にどういう根拠があるか分かりませんが、それを超えているという報道もありますので、それが本当なのかどうなのかをきちんと事務局がですね、調べたのかどうなのか、これをお尋ねしたいと思います。本当に他の人も29万で住んでたのか、でこういうきちんとした調査が行われたかどうか、ほとんどの人は原子力村と言われる人たちはほとんどみんなもらっているので、当たり前になっているので、いろんなところから出ているんだと思いますが、それがまあ2番目の問題であります。そして3番目の問題は、秘密会合出てたということが極めて事務的なものであったという説明はにわかには信じがたい。なぜならば先ほどの内閣府の研修チームの説明でもあったように影響を与えたかもしれない可能性は否定できないと、それから別に調整会議をやっていたということが明らかにされているわけですね。でそれとの関わりで言ったら原子力委員会の当事者はこうみんな答えていたんです。これは全て技術的な対応でした。で田中修復者当事者ね、で当事者がこれは事務的なものでしたというふうに答えているだけで、それが何らこの検証が終わった後にこういう説明で多くの人が納得するとは思えない。何が行われていたのかわからない。きちんと検証しない限りこの時代にどういうことが行われていたか、ただ事業を進行しているだけだとしてもそれがどういう個別の議題に影響を与えたかという保証はないので、そもそもこういう人を選ぶこと自身が不適切なんですね。この時期に疑いを持たれるような人ということが3番目に言いたいことであります。それから4番目、この彼が書いているものを非常に善意に解釈していますが、いろんなところ、例えば日経 BP でももう今でもネット上に残ってますが、100ミリシーベルト以下は健康に影響がないというタイトルでそのまま文章、インタビュー、記事が載っておりますし、それから20ミリシーベルト未満に関してさまざまなところで賠償との関わりでしっかり書いておりますので、原子力委員会の報告でもそういうふうに述べています。それから5ミリについて主張したときは環境省が1ミリにもう一回戻しましょうというときに5ミリでいいと言ってるんです。それから500ベクレルから100ベクレルに落とすの、つまり段階的に25-1というふうに徐々に変えろという主張にすり替えたんですが、何ミリといったときに政府の決定なり、それから全体の方向がどっちを向いてたかというとき、彼は何ミリと言い何ベクレルと言ったかということに意味があるんですね。ほぼ引き下げに全て反対しています。これははっきりした事実であります。でここのところを言ったんです。それから明確な発言の中でなんか自主避難の問題に関してはですね、議事録の中で先ほどとの関わりで一番重要な発言をしているのは損害賠償審議会での、彼の発言ですが、そこでは7月に いつまで経ってもキリがないという表現です。よろしいでしょうか。キリがないというちょっと正確にはですね、この紛争審議会の議事録で言うと、2012年の3月8日と16日の議事録に明示的に書かれてますが、子供とかですね、ここにいてもいい人は子供とか妊婦とか自分で動けない人はここから出てくださいという形になっていたんですが、今度はそういうことではなくて、もうあくまでも全員、言うならば避難指示解除準備区域も避難解除区域と同等になるわけですね、とこういう発言をしているわけです。これは第25回の3月8日の記事録であります。それから、最後の、学校戻れる条件として学校を挙げているんですが、学校の自由があれば夏休みの終わりとか学会の再開とか、そういうところを考えて適切な
期間を決めていただいた方がといって先ほどたってうんぬんかんかんと言ったと7月とかそういうのが一つの目安になるような気がします。つまり非常に打ち切りを促進するような発言をしていることはこれは明白であります。で傍聴していた人物は最後にこの会議の後メモを読み上げたと称しております。私自身は確認しておりませんのでそれは明らかに、非常に強く自主避難に対する費用の削減を求めていた。でこれらの事実から言って少なくともこの人が委員長になっている限り原発の再稼働をしようが核燃料サイクルの政策に何を出そうが全て疑われるということになります。だから適切でないと思います。大井の再稼働が保安院が検査したために、多くの人たちが抵抗を持ったのと同じようなことがこれからずっと発生することを意味します。私は検証チームについてはできる範囲の中でよくいられたと思うんですが先ほどの利益相反問題との関わりで言うと、もんじゃ2兆円それから 6箇所分かっているだけで3兆円、建設費と運転費用それから、意味不明の使途不明の増資で4000億円というのが出ておりますので5兆4000億のもの税金を費やしているもので明らかに失敗をしていて公的な負担を与えているものに関して当社そこから利益を得ている電気事業者原燃その他がですね、その政策決定者と会合を重ねて影響を与えていたという事実は極めて深刻だと思うんです。これは私は国政調査権を使うなり市直が対象とすべきもう範囲の問題になっているのではないかというふうに私は判断をしております。最後に1点だけ申し上げれば近藤委員長の進退を含めてどのような対応をなされるのかということについて、検証チームの権限にはないんですが一般論としてはどうあるべきかということについてもしご意見があればお聞かせいただければと思います。以上です。はい、どうしましょう。時間がちょっとないのでね、参加されている委員の皆さん、ご意見にはよろしいですか。はい、私も今 の金子さんのお話と大変似ていると思うんですけれどそもそも日本原子力研究開発機構をこの内閣府の調査では電力関係者としてきちんと位置づけているんですね。でこれは先ほど来の核燃料サイクルの問題もそうですし、除染も含めてそうでしょうがやはり電力関係者として位置づけていかないと独立行政法人だからという形で特別に除外わざわざして逆に言うとそのことによって田中さんと福田さんの正当性を与えるということはやはりおかしいと一言で言えば、それから加えてその秘密勉強会もですね、田中先生は田中先生の当時からあったということを認めておられてある程度の調整機能を持っていたということですから、これも今の内閣府の調査は今回のことしか調べておられませんけど当然バックエンドというか訴求して調べていただかないと本当にどのような会合対抗策定が終わっているからということではないんだと思います。お話は簡単にその都度事業者に関係あることは読んでやったんだということですが、それが政策決定に影響を及ぼしてないとはこれ言い切れないので、ちょうどこの内閣府の調査と合わせるとそもそも所属における問題、これは日弁連なども指摘しておりまして、電力原子力事業者でありますから勝手に電気事業者のその電力会社だけに限って考えている内閣府のその人事に関わるご都合主義っていうのはやはりちょっともうそもそもおかしいんだと私も思います。でこれはゼロの会でも申し入れて指摘をしてまいりましたけど、今日の内閣府の調査でさらに確信を強めましたのでお返事はいただかなくて結構ですから指摘をさせていただいてまた
適宜適切にやっていきたいというか、会として今金子先生の言われた国勢調査会もそうでしょうし、こんな本当にグレー人事っていうか、国民から見て信じられない人事になっていると思います。はい、他にいかがでしょうか。今の定義のことは本当に、重要な問題だと思いますし、それとやっぱり原子力研究開発機構は除染ということでいうと、昨年の維持補正でしたかね、避難区域における除染実証事業務として119億円で事業を受けているようだったと思います。来年度もかなり予算が組まれるのではないかと思うんですね。その除染ということで、関わっている原子力開発機構、そこに、おられた方がやっぱりこの規制を決めるところの委員長に大変な権限を持つ中で、定義うのは、その今の指摘あった問題でもありますし、このお金の動き方を考えるとですね、本当にこういう人事はおかしいと、おかしいのではないでしょうか。おかしいと私は思います。